広報課の花谷です。今日は特別展の会期が残り短くなってきましたので、担当学芸員の望月さんと一緒に素敵なガラスの作品をじっくりと見ていきたいと思います。望月さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずご紹介したい作品は、私がこの特別展の中で一番綺麗だなと思った作品です。本当に何がすごいというよりはとにかく綺麗だなと思ったんですけれども、どうですか望月さん。まずなぜこれがとても綺麗だなって思ったのか、ちょっとそれを考えてみたいと思います。はい。まずガラスの表面をよく見てください。そうするとそこにはスミレの花が描かれてますよね。はい。で、陰影がついていて、なんかまるで絵画みたいな感じで、すごくリアリティのある感じで表現されてるのがありますか。本当にお花みたいですね。そうなんですよ。で、注目してもらいたいのはですね、その花もそうなんですけど、花のですね、下の方にどの器もそうなんですけど、なんか不思議なデザインが入ってるの分かりますか。これは何のデザインですか。結論的に言うと分かりません。分からないんですが、ドームの作品ってですね、こういうリアリティのあるところとそれに抽象的なデザインを組み合わせているっていうところが一つ大きな特徴なんですね。で、もう一つ、まあ、絵とか何でもそうなんですけど、背景ってすごく重要なんですけど、スミレの背景ちょっと見てください。はい。なんか雲がかかってるみたいな感じに見えますよね。そうですね、なんか本当に霞んでるというか雲がかかってるみたいですね。これよくあの霧氷紋、霧の氷の紋と書いて霧氷紋というんですけど、これジブレっていうですね、ガラスを作る時の装飾技法で非常に重要な技法なんです、ね。で、こういうふうなもやっとした背景があって、その前面にリアリティのある花が表されていて、でしかも下の方に、こうちょっとトーンを変えたような感じで抽象的なデザインが入っているっていう組み合わせ、これがまあこのドームの作品のですね、面白さでもあり、目を引くポイントなんだと思いますね。そういったところで僕も綺麗に思ったのかもしれません、うん。次は私が今回の特別展ですごく気になった作品なんですけど、そもそもなんか我の作品って昆虫虫なのかがたくさん出てくるんですけど、これってどういう意味があるんでしょうか。ガレはですね、やっぱり自然の造形というところにすごく惹かれていたようなんですよね。で、植物であるとか昆虫であるとか身の回りにあるものというものをデザインの中に入れ込んでいるというのが特徴でありますね。はい。なんか虫っていうと、なんか僕はあまりそんなに虫が好きじゃなくて、若干あまりいい感じがしないんですけど、その辺はなんか人気があったとかそういったことでしょうか。すごく今いいところがついてると思うんですけど、ヨーロッパの人たちにとってみると、虫とかいわゆる昆虫っていうのはですね、ちょっとやっぱり気持ちが悪いっていうふうに思われることが多かったみたいなんです。だけどもガレはあえてそれをデザインに取り込んでいるっていうところが非常に面白いところなんです。まあいろんな もちろん要因はあるんですけれども、一つには、まあ、日本の美術からの影響というものがあるのかなということは言われてますね。日本の美術の中には比較的昆虫がデザインとして取り入れられることが結構多いので、まあ、そういったところもがあるのかなとは思います。日本の影響も受けてるんですね。そうですね。で、よく見ていただきたいんですけど、これ取っ手の部分がですね、実は昆虫なんですよ。とっても昆虫なんですか。そうなんですよ。なんかトンボのような謎の形をしてますが、節がこうあって、はい。で、表面にはですね、なんか羽を広げた虫も描かれてるんですけど、はい。で、これもですね、昆虫がちょうど羽を広げると、その羽が光を透き通るところがあって、非常にこうガラスの造形に向いているというところから、そんなところからガレは結構昆虫を自分のデザインに使っているということが言えるようです。昆虫ですけどすごい綺麗ですね。綺麗ですね。最後にすごく気になった作品があるんですけど、ここに展示されているいくつかの作品がなんか同じ形でデザインが違うようなものが並んでるなと思うんですけど、これはどういったものでしょうか。そうですね、ドームはですね、同じ形をしてそこに異なる技法を、まあ、加えるということをしています。言ってみれば、非常にこう難しい技術を使ってデザインを良くする方と、より簡単なデザインを、簡単な技法を使ってデザインをするという形で使い分けているわけです。で、これによって、まあ、ブランドを維持するということと、一方で、まあ、量産をするという、この2つの考え方で、まあ、作品を作っていたということが言えるわけです。どっちも
すごい綺麗ですけどね。そうですね、あの別に手を抜いているというわけではないので、あのどちらも本当に美しい作品なんですけれども、まあ、価格であるとか、購買層のことをいろいろ考えて、まあ、販売戦略ということまで含めて、どうもガラスの制作というものをしていたようですね。望月さん、今日はいろいろ教えていただきありがとうございました。どの作品もめちゃめちゃ綺麗でした。会場内すべての作品が撮影ができます。ぜひお気に入りの一枚を収めて SNS などで拡散していただければと思います。会期は6月11日までです。ぜひお越しください。